9月29日水曜日、大津市議会で決算関連議案を除く議案や意見書案について討論・採決が行われました。本会議ではまず8月通常会議初日に提出されていた決算関連以外の議案について3名の議員が討論を行いました。このうち議案第105号令和3年度一般会計補正予算第7号については都市公園施設の改良整備や庁舎整備基本構想の策定、新型コロナ対策の一環としてのキャッシュレス決済ポイント還元事業などについてそれぞれの立場から意見が述べられました。討論終了後採決が行われ、11件の議案が可決されました。続いて市長が2議案を追加提出しました。そのうち新型コロナ対策としての障害福祉サービス及び介護サービス事業所の新たな担い手確保に向けた支援の追加経費や令和3年8月の大雨に伴う道路や河川などの災害復旧経費などを計上した一般会計補正予算案に対し2名の議員が質疑を行いました。その後付託された委員会での審査採決を経て2議案は可決同意されました。また議員から8件の意見書案が提出され、討論採決の結果出産育児一時金の増額を求める意見書など2件の意見書が可決されました。今後は予算決算常任委員会が開かれ、令和2年度の一般会計をはじめとする各会計の決算に対する審議が行われる予定です。